内村がメジャーの大谷戦の始球式に登場、想像より体がでかすぎる。縦にも横にもでかすぎる、背中の広さがバグってる。隣の人は何センチなんや。180センチはある。くそやばいな。これがあのスピードで動き回るけど無双できない世界、やばすぎる。腕の長さ 1.5 倍くらいあるのがやばい。やっぱドジャース側として出るんやな。ドジャースとレイカーズは仲いいんやで、マジックがドジャースの共同オーナーやし。まあ大谷が小さく見えるサイズやからな。野球やってたんよな。130キロくらい出るやろか。レッツ大谷八村の打線強そう。野球やってただけあってちゃんと投げれてたな。八村は骨格からすごいし、筋肉も体重もあるからな。203センチで113キロ超えとかだし、通過肩幅おかしいことになってる。こや大谷もドジャースだな。ロサンゼルス盛り上げてこ。